カの裏庭と言われてきた中南米ラテンアメリカ。ホセはカラカス侵入の指揮命令系統を詳細に覚えていました。4人の部隊長に指令を出していたのはベネズエラの反チャベス派の軍人と警察関係者でした。その上に実行部隊に農場を貸したアロンソという人物がいます。事件後、彼はカラカスから姿をくらまし、インターネットのホームページを使って反チャベスのキャンペーンを続けています。発信源はアメリカです。ロベルト・アロンソ氏はベネズエラに国籍を持つ亡命キューバ人でした。ベネズエラの対岸、アメリカのマイアミ、ここにロベルト・アロンソ氏が滞在していることを突き止めました。この町にリトル・ハバナと呼ばれる一角があります。カストロ社会新政権に敵対する亡命キューバ人のコミュニティです。チャベス政権誕生後はベネズエラからの亡命者もここに住むようになりました。アロンソ氏はこのリトルハバナに身を寄せていました。Are you Mr. Alonso? Robert Alonso from Venezuela. Yeah. I'm here in Miami right now for the time being. And I want you to come in. 現在、アロンソ氏はベネズエラ司法当局から内乱罪で指名手配されています。案内された部屋に意外な人物が待っていました。彼は CIA の元高官、フェリス・ロドリゲスと名乗りました。ロドリゲス氏はカストロ暗殺計画やイラン・コントラ事件でも中心的な役割を果たした諜報員です。かつてボリビアで軍事顧問をしていた時、キューバ革命の英雄チェ・ゲバラを逮捕、射殺を命じたことでも知られています。射殺後、ゲバラのしていた腕時計をはめたという逸話が残っています。二人はチャベス政権をどう倒すのか、週に一度ここで綿密な計画を練っているといいます。私が農場事件に関与しているというのは馬鹿げています。あの計画には莫大な資金がかかります。私には何の援助者もいなければ組織もありません。私はただベネズエラとキューバが自由の国になるように戦い続けるだけです。チャペスはカストロの真似をしているのです。原油が高騰している状況を考えると、チャペスの存在はアメリカの国家安全保障上の問題となってきているのです。2004年5月、ベネズエラ中を震撼させる事件が発覚しました。首都カラカス郊外の農場で謎の兵士たちが密かに軍事訓練を行っていたのです。警察と軍が検挙した兵士は200人、すべて若いコロンビア人でした。警察の捜査によると、兵士たちは2ヶ月にわたり農場の建物に潜伏、軍事訓練を行っていました。計画はベネズエラ軍の基地を襲い、武器を入手し大統領府を占拠、チャベス大統領を暗殺するというものでした。
この兵士たちがコロンビアの右派民兵、パラミリタリーだったのです。国境に架かるシモン・ボリーバル橋、ベネズエラとコロンビアを解放した英雄にちなんで名付けられた両国友好の橋です。パラミリタリーのホセはこの橋を渡り、ベネズエラ領へと姿を消していきました。ベネズエラ国境防衛軍に情報機関からパラミリタリーが潜入したとの連絡が入りました。危険なグループが指名手配になった。コロンビアのパラミリタリーに組織された連中で、銃と弾薬を持っているという情報だ。いいか、コロンビアのパラミリタリーだ。夜11時、完全武装した100人の兵士が出動しました。防衛軍はこの国境の町でパラミリタリーの侵入を食い止めなければなりません。パラミリタリーはしばしば飲食店やディスコなどを中継点として次の場所へ散っていきます。この夜は3カ所を同時に急襲しました。店を包囲して客たちをすべて調べ上げていきます。証明書を確認し、コロンビアからの5人の不法入国者を見つけ出しました。テーブルの下から拳銃が見つかりました。ここにパラミリタリーが紛れ込んでいる疑いが濃くなりました。テストのsacado recién pueden ser irregulares o pueden ser que estuvieron en la zona aquí se cambiaron se vistieron 不法入国者の5人に1人がパラミリタリーの兵士だといいます。隣国の内戦が生んだ鬼っ子パラミリタリーが大統領暗殺の手段として利用されています。ベネズエラとコロンビア、2つを合わせて大コロンビアと言っていた時代がありました。超大国が引き裂かれて対立を深めています。自らが司会をするテレビ番組を持っています。全国どこへでも飛んでいく移動スタジオです。この日はカラカスのバリューを訪れました。識字教育、食料の配給、医療や住宅のプロジェクト、次々と進行する改革の情報は即座に人々に伝えられます。こうして無数のバリオがネットワークされていくのです。植民地解放闘争の英雄シモン・ボリーバルに人々は現在のチャベス大統領の姿を重ねています。この春、ベネズエラで市民の予備兵制度が始まりました。全国で30万人が応募しました。労働者、
学生、商店主、主婦、あらゆる層の人々です。バリオでも訓練が始まりました。女性も多く参加しています。コンビータランデーラサルード1、2、仕切り教室で文字を学び始めたマリナさんもいました。昔の生活には戻れません。自分でもできることがあれば役立ちたいんです。もし私がいなくなってもこの革命は止まりません。速度は落ちるかもしれませんが進み続けるでしょう。南米のうねりは世界の世論を動かしアメリカの支配を終わらせると思います。私たちは世界の中で独自の潮流を作っていけると確信しています。ベネズエラは今アメリカが6割を占める石油の輸出先を多極化し始めています。代わって浮上してきているのが世界第2位の石油消費国、中国です。中国向けのタンクが次々と建設されています。今年4月、キャベツ政権は中国の石油公社と新たな契約を交わしました。中国への輸出量を70万バレル、現在の5倍にまで引き上げる計画です。こちらコントロール室です。中国向けの原油を入れ始めます。現在1万5000バレルです。ベネズエラにとって石油収入は生命線です。今それを中国が支えようとしています。滑走路が見えますか？あの基地にアメリカ軍が駐留しているんです。ベネズエラとコロンビアの国境地帯、目の前にアメリカ軍が展開しています。ラテンアメリカは今イラク語のアメリカ外交戦略の焦点になろうとしています。チャベス政権誕生から7年、ここに新たな前線がせり上がろうとしています。